パリーグはソフトバンクが4年ぶりのリーグ優勝を決めた。小久保広樹新監督の下、主軸の柳田祐希が5月下旬に試合中の故障で離脱するなど、様々な困難もありながら、西部から FA へ移籍してきた山川穂高や昨年に続き活躍した近藤健介。また中堅、若手の力の融合も果たし、ゴールテープを切った。動画、ソフトバンクが4期ぶりの優勝を決めたシーン。 イもヘルナンデスと抱き合って喜ぶ一方チームではオフに主戦捕手、タ拓也の FA 問題も控えている。チームばかりか、侍ジャパンの正捕手としても数々の大舞台を経験してきたとあって、扇の要が仮にた球団遺跡となると大きく近く変動が起こりそうだ。イの去就に関しては球界内からも様々な考察の声が上がっている。現役時代は対応、現 DNA で活躍。 引退後は日本代表コーチも務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は9月22日に自身の YouTube チャンネルに FA 考察 GM なら絶対獲得に動く選手は、現時点で考える FA 選手について語ります。と題した動画を更新、各球団の FA 選手の挙手に関して独自の見解を語っている。その中で会の挙手に関しては、 手を挙げたら面白いな。どんなことになるのかなというのがあると話した。仮に講師を宣言したら、争奪戦になる可能性はある、としながら、ソフトバンクとしても長年チームを支えてきた扇の要だけに、他に行かせたくないということはあると強く引き止めに走ると見る。近年の FA でも常にプライスリーダーとされるなど、球団の資金面は潤沢と言われており、 待遇においては他が上回ることは難しいこともあり、残留の可能性が高いと見る。ただ、会の魅力としては優勝を何回も経験している。ことを挙げ、希少ポジションの保守においては、経験値を買う。意味でも仮に市場に出れば、多くの球団による争奪戦になる可能性が高いとした。今オフは、稀に見る、保守 FA の都市とされる。巨人、大城匠、阪神。 坂本志郎、中日、木下拓也と各球団の主戦級捕手が一斉に FA を迎える珍しいシーズン。中でも注目となっている会の去就が他の選手の講師にも影響を与えるということも十分に想定される。その意味でも高木氏はソフトバンク側が示す誠意に注目。先手必勝が大事かなと会の残留にはフロントの対応が鍵を握るとした。 動画内では各球団の注目 FA 選手についても語っている。今季は育成ドラフト出身として NPB 初の戦0愛試合出場と節目も飾った。年を重ねても探求心を忘れず、強権、フレーミング技術の確かさなど保守というポジションで会を称えるキーワードは数多い。果たして球界で確固たる地位を築いた、勝てる保守の判断は ポストシーズンへの時間が進むとともにオフの主役となるかも引き続き、注目を集めそうだ。文、構成、ここからネクスト編集部。